ジャコモ・マッテオッティ・フラッタ・ポレージネにあるマッテオッティの墓、ジャコモ・マッテオッティは、イタリアの社会主義者、統一社会党の初期も務めた。対等するファシズムに対峙したが、1924年に暗殺された。ベネト州、フラッタ・ポレージネ出身、ボローニャ大学で法学を治めた。若い頃より活発に、社会主義運動に参画した。第一次世界大戦に際しては、 戦争反対の姿勢を取った。統一社会党の中心人物として、とりわけ1922年のムッソリーニ政権、成立以降、ファシスト党、ムッソリーニらの批判を続けたが、1924年6月10日に、ローマで誘拐された後に、刃物で刺されて殺害され、6日後にリアーの付近で発見された。犯人として、ファシストの5人が浮上し、 うち四人が逮捕されたが、有罪判決を受けたのは三人で、その三人も間もなく、御社により釈放された。ムッソリーニがこの一件に関係していると推測されている。第二次世界大戦後の1947年に、彼らを含む関係者の裁判が再び行われ、三人が終身刑の判決を受けた。第二次世界大戦後、ローマに彼の記念碑が建てられた。 墓は、故郷のフラッタポレージネにある。ありがとうございます。